のどもをフランだぞー。あれどうしているんだ？聞きたいか？聞かないとわからないんだって。ああそうだな。担当直入に言うと、レギュラー化決定しましたー。おめでとう。え？ってことは私の出番は？うん減るね。こりゃあ騒がしくなりそうね。あと、チャンネル登録、高評価をお願いします。すごく励みになるので、コメントもよろしくなんだぜ。あ、やっと来ましたね今回の主役。そうディボーションです。フルキットディボーションか。これは強いだろうな。今回はこいつで暴れてやるぜー。っていうことで早速初戦闘でございます。上からの奇襲攻撃で仕留めるぞー。バリ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 。気持ちええ。なんか楽しそうだな。うわガスカヨリングで全く見えんかった。あーもう気分壊したわ。自業自得だな。最後の一人は私がやっといだぞ。おーナイス。っていうかレイムなんでウィングマンを持ってるんだ？早くしてなさい。え？なんで？そりゃあお前のウィングマンのエイムが悪すぎるからだよ。え？そんなにひどいのか？ひどいにも程があるぜ。6発撃って1発も命中してないんだからな。これはひどい。早くそんな物騒なものを捨てなさい。私が使ってやるから。それってフランが使いたいだけでしょ。あれ？バレちゃった？どう言おうが私は捨てないからな。いい感じに戦闘してますねー。絶好の漁夫チャンスだな。そんなところで回復しちゃあダメだぜ。ちょっとかわいそう。これが私たちだったらブチギレ案件だからな。とあいつめちゃろうなのに。ってことで攻めに行ってきまーす。ハイドには気をつけろよ。大丈夫大丈夫余裕だから。回復してるのはバレバレだぜ。容赦ないな。このゲームにそんな感情はいらない。キルだキルをしに行こうぜ。これが本当のキル中ですね。おいおいおい、この私が逃がすと思ってたのか。ウィングマンでドカン。見逃さなかったぞ今一発外したところ。そのぐらいいいだろ。ダメーだ。罰として1分ウィングマン使用禁止。きつめの罰かと思ったら楽すぎてびっくりしたわ。あれ霊夢急いで回収するぞ。了解。敵は一人だけっぽいぞ。EMP を使うから詰めに行ってこい。その EMP は神すぎんだろ。このディボーションの餌食にしてくれるわ。これはわざとなんですけどね。ふざけるのやめてもらってもいいですか？まあ焦らずに。あの距離で当てれる人いるのか？いないだろう。もちろんいるぞ。私とか。自分のこと過大評価しすぎだろ。おっとわざわざこっちの距離で戦わせてくれるとは。残念だがこれは耐えられまい。ナイスキル。一人倒して。フランを復活させて残り3部隊になりました。1部隊はあの建物にこもってるぞ。EMP を使ったから続いて攻撃してくれ。OK ウルト使うね。それはマジで強すぎる。だけどパイロンあるっぽいぞ。え？マジでそれは最悪なんですけど。まあいいわここで一人くらい落としたいけど。ギリギリ倒せなかったわ。てか体力がやばい。そして後ろから別部隊。そいつらに私は倒されてしまったぜ。フラン何してんだー。あ、だけど蘇生できそうだな。私はゆっくり回復してるね。ダメーだ早めにカバー来い。そうマジで注射器遅すぎるぜ。はいはいカバーに来ましたよ。いやー、マジで助かった。じゃあ私はやられてきます。何やってんだお前ー！別部隊から撃たれました。ちょっとここは引こうぜ。そうだね。ってことで引いたのですが、敵全員からの標的にされまして、部隊全滅でございます。全滅万歳。コメント返信コーナー。ってことでマリサよろしく。1通目、初見です。上手で面白い最高です。チャンネル登録完了。初見さん登録ありがとうございます。こんなしょぼい実況動画が面白いって言ってもらってとても嬉しいです。だけど面白い実況を作るって難しいんだよね。どんな感じのセリフにしようかなっていうのを考えていると、すぐ時間が過ぎちゃって大変なんだよね。私の動画はだいたい5分未満だけど、他の実況者さんたちは10分近くなんだよね。私はその辺を本当に尊敬してます。次のコメント。明けましておめでとうございます。今年の目標は何ですか？あと今年も頑張ってください。明けおめです。今年の目標は健康に過ごすです。去年は季節の変わり目で体調を崩すことがあったので、今年は健康第一で過ごします。あと、今年中にチャンネル登録者数1万人を目指しているので、まだ登録していない人はぜひぜひお願いします。コメントはこれで終わり。ご視聴ありがとうございました。それでは次の動画で。バイバイ。